こんにちは。セレクトショップで買い物歴22年、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、今すぐ買える40代の大人の男性におすすめの春アイテムベスト5というテーマでお届けをしてみたいなと思っています。まあ、冒頭にもお伝えした通り、僕はセレクトショップでお買い物するようになったのは多分17、8ぐらいだと思うんですね。なのでかなりの年数が経ってるわけなんですが、まあ、今回は大人におすすめできるような春アイテムですね。まあ、40代以上になってくると、もちろんユニクロ GU グローバルワーク、この後 このりもですね、うまく使いながらコーディネートするのがいいと思うんですが、それに加えて、セレクトショップのオリジナルですね、この辺りをうまくミックスしながら、大人に似合うような上質感っていうところも出してあげると、すごくバランスが取りやすいかなと思っているんですが、まあ、今回は主にセレクトショップのオリジナル、それプラスアルファはですね、買いやすい価格帯のアイテムを交えながら、今すぐ買えて、今すぐ使えるような春アイテムをですね、5つご紹介したいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思います。僕自身もセレクトショップはいろんなと ところを使っているんですがまあ、それぞれ特徴が変わってくるんですねそのお店によってどういったものが強いのかっていうところも変わってくるかなと思うんですがまぜ、あ、ひ皆さんもですね今回の動画を参考しながら様々なセレクショップの買い物をですね楽しんでいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説していますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい。ということで、ここからはですね、具体的に皆さんにおすすめの春のアイテムをですね、ご紹介していきたいなと思ってんですが、まず1点目ですね、実は冒頭から着ているこちらのシャツなんですね。最近個人的に購入したシップスのですね、ミリタリータイプライターレギュラーカラーシャツジャケット、価格は13,970円ですね。 これがなかなか良かったんですね。まあ春になると、やはりですね、丈がちょっと短くなるようなショート丈のアウターですね。このあたりがあると足さばきが良くてすごく使いやすいんですけども、こちらはですね、今トレンド感あるシャツアウター風のデザインになっていまして、見た目はですね、結構アウターっぽいんですが、生地がタイプライタージを使っていまして、まあ、シャツのような厚みなので、割と春なんかには活躍してくれるのが、このようなアイテムなのかなと思います。まあデザインのベースとしてはですね、ミリタリーだとかワークをですね、 足とししとたようなな形になってましてま胸のポケット、このあたりは僕は好きなんですよね。何もポケットのないシャツも好きなんですが、やはりアウター感覚で着るには、こういったポケットがついていることで、ちょっと見栄えの差が出るかなと思うんですね。フラップ付きのポケットが左右対称に2つついていまして、サイズ感はですね、ボックス型です。ちなみにこちらはですね、身長 164cm53kg の僕で M サイズを購入しました、まあ。トレンド感が漂うような、ちょっとゆったりめのボックス型のシルエットではあるんですが、あまり大きすぎないんですね。 この辺りがシップスが持つ大人の上品さというところとうまくですね、マッチしていて、なかなかいいアイテムかなと思っています。で、このようなミニタリーライクなアイテムというと、僕の中ではオリーブだとかベージュだとか、この辺りが鉄板でよく見かけるものかなと思います。それに加えてブラックだとかネイビー系ですね。この辺りまでは想定ができるんですが、今回はですね、こちら、色味がブルーというような形になってまして、すごく上品さがあるんですね。まあ、清涼感と上品さは 合わせ持ったこのよよううなななななブルーーだだととと本来ミリタリタかかかワークののの男臭いいアイテムなんででですすけどもそここにちょっっ大人っぽい上品さが加わるね色がいいんじゃないのかなと思いました。探してもそんなに見つかるような色ではなくて、なおかつ僕たちが手持ちのですね、白い T シャツだとか、あと内側ボーダーのカットソーとかもいいと思うんですが、あとボトムスはですね、今デニムスラックス、自分のブランドのですね、デニムスラックス合わせてるんですが、こういったインディゴブルーとこのようなブルー系って相性めちゃくちゃいいの 手持ちのののアアイイテテムム中にです、ね、スッと馴染んんででくれるようなそんなアイテムなそこ僕はですね、今のように腕をちょっと軽く託し上げながら時計だとかあとはバングルですね。このあたりを見せながら春らしい着こなしを意識してるんですが、これは多くのですね、40代以上の大人の男性には非常に似合いやすい一枚かなと思うので、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。まあ他にもですね、カラー展開3つありまして、オリーブだとかオフホワイトなんかもあるんですが、個人的に はこのブルーが一押しでまあ、2つ目にですねオリーブ系ですねこのあたりもなかなかいいのでぜひサイトですとか店頭でチェックをしていただければなと思っています はい、続いて2点目のアイテムなんですが、これはちょっと実物はないんですけども、417エ d ディフィスのですね、アレリーレギュラーカラーシャツ9900円ですね。こちらのブルーがかなりいい雰囲気なので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思います。僕はですね、このようなブルーのシャツすっごい好きで、まあ、よく動画の中でもご紹介してるかなと思うんですね。あまりにブルー系のシャツが好きすぎて、自分のブランドでもですね、似たようなシャツ作っているんですね。まあ、僕は自分のとこではバンドカラーシャツをですね、ひたすら作り続けてるわけです。 わけなんですがまあ、このような清涼感あるようなブルー系のシャツというのは大人の男性には1枚あるとすごい活躍してくれるのでまぜ、あ、ひまだ持ってない方はですねチェックをしていただきたいなと思っていますこちらのエディフィスのアレリーレギュラーカラーシャツに関しては襟型はレギュラーカラーですねまあ、こちらの今僕の着てるシャツなんかもそうなんですが一番オーソドックスで普遍的なですね襟型なんですけどもシャツを主役としてきた時に抜群にハマりがいいのがまさにレギュラーカラーというアイテムかなと思いますそしてこの清涼感 れるブルーというのが、まあ大人の男性が着るには、まあ最高にかっこいいアイテムになるわけですね。 で、こちらはですね、最初からサイズ感も少しゆとりがありますので、身長 164cm53kg の僕だったら、おそらく S でいいんじゃないのかなと思います。まあ、ブランドによって、サイズ感のたっぷりさ加減って全然変わってくるんですが、割と417エディプスに関しては、トレンド感の強いアイテムが多かったりするので、まあ、通常のいつものサイズを選んでおいて、間違いがないかなと思います。一方で、先ほどご紹介したシップスなんかに関しては、割とスタンダードなサイズ感なので、僕は M を選ぶことが多かったりするので、まあ、一つ参考にしていただきたいなと思います。 まあ、このようなブルーのシンプルな無地シャツって結構セレクトショップのオリジナルで買うとトーマスメイソンの生地を使ってますっていうのが多かったりするんですね。ここ数年はトレンドで、まあ、英国製のすごく上質なファブリックを使ってカジュアルなシャツを作るという流れがあるんですが、まあ、そういったブルー系のシャツだとですね1万7000円前後になることが多くて、まあ、ちょっと高いなというイメージがあるんですが、まあ、こちらのですねアレリーレギュラーカラーシャツに関しては1万円をギリギリしたまて 合ってくるので割と買いやすい価格帯かなと思います色合いも美しいですしボックス型の今っぽいサイズ感も含めてまあ、完璧に近いようなものかなりですね仕上がりがいいのでぜひ皆さんもですね白 T シャツの上に重ねてきてボトムスに関しては結構いろいろと合いますブラック系のパンツでも合うしデニム系にも合いますしあとはホワイト系のデニムなんかにも合いますのでこういったものも一枚あると便利じゃないかなと思うのでぜひチェックをしていただきたいなと思っていますまあ、カラー展開一応ですね ブルー、ホワイト、ネイビーと3色あるんですが、やっぱりですね、この中ではブルーが一押しです。ブルーといっても薄めのブルーもあれば、すごい濃いめのブルーもあるんですが、一番使い勝手がいいのが、これぐらいの濃すぎず薄すぎないようなブルーで、意外と探してもど真ん中のものって見つかりづらいんですね。これだったら春時期、白 T と重ねて着るのもいいですし、寒い時期にはアウターですね。春だとか秋のちょっと肌寒い時には、ベージュのステンカラーコートを上に羽織ったりするのも非常にハマりがいいので、 ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。 はい、続いて3点目なんですが、ナノユニバースのアンチソーキット汗染み防止クルービック T シャツ6050円ですね。これもなかなか良さそうだったので、ぜ、ま、ひ、あ、ご紹介できればなと思っています。まあ、いつもはですね、私物を中心にご紹介してるんですが、そうするとですね、全部を買うわけにはいかないので、どうしても幅が狭まってしまうので、まあ、今回はちょっと画像も使いながらのご紹介ということで、いろんなショップをオーダーしながら行きたいなと思ってるんですが、まあ、ナノユニバースの中でも、 このような機能的な素材使いのアイテムってすごく人気が高くてアンチソーキットシリーズですね汗染み防止というのは、まあ、結構ですね夏場に汗しっかりかく人にはすごくありがたい機能かなと思っています、まあ、このシリーズって結構夏場になるとかなり売れてしまってサイズ掛けが多かったりするのでちょっとですね先物買いした方がいいアイテムかなと思うんですねでこのアンチソーキットシリーズの中でも割とタイトめの T シャツっていうのは定番かなと思うんですが、まあ、こちらはですねちょっとビッグシ シルエットに振ってあるようなものになっていまして、いわゆるですね、ユニクロ U のエアリズムコットン、オーバーサイズ T シャツ、あのあたりの雰囲気に 近いようなアイテムかなと思います。あの T シャツもめちゃくちゃいいんですけど、一点だけデメリットがありまして、まあ本当にですね、名作すぎて、いろんな方がご紹介してるじゃないですか。なので、街でですね、見かける機会がめちゃくちゃ増えたんですね。なので、僕自身も着てると、結構人と被ることが増えてきたので、だんだん最近はですね、ちょっと違うものにですね、着るように意識を向けているんですね。ただこのようなちょっとオーバーめの T シャツっていうのは、大人の男性にも結構似合いやすいんですね。 t シャツ一枚でも様になりますし、体型をうまくカバーすることができるので、一枚あるとすごく便利かなと思います。まあそういった点でこちらの t シャツはシルエットとしては少しゆったりめになっていまして、袖もですね、結構長めなんですね。なので二の腕のですね、ちょっとプニプニ感が気になる方でも、ちゃんとですね、体型を美しく見せてくれるというところでは、使い勝手がいい t シャツかなと思います。カラー展開はですね、三つ。ライトブルーとブラック、ホワイトというところで、まあベーシックなところで言えばホワイト系。この が間違いのない選択かなと思うんですがまあ、どうしてもですねちょっと退屈に見える可能性もあるので、まあ、個人的にはですね3つ連続で恐縮なんですがライトブルーですねブルー系の仕上がりこれもめちゃくちゃいいのでなんだろうなブルーなんだけどもちょっとこうシルバー混じりのですね光沢感があるような綺麗なブルーでまあ、ユニクロにはないようなまた色味なのかなと思いますこの辺りだとセレクトショップで買うですね色味の美しさだとか質感の上品さというところをしっかりと感じていただけるのでまあ、すごくいい いいアイテムになっているのかなと思います。まあ、生地の表面にも特殊加工されていまして、汗染みなんかの生地の変化っていうのがですね、表面に目立ちにくいようになっているので、そのあたりはすごく便利なのと、汗を吸水して発散してくれるような効果もあるので、これはあると便利なアイテムかなと思います。夏場だったら1枚でもいいですし、白 T だったらこの上にですね、今僕が着ているようなシャツアウターだとか、先ほどご紹介したようなシャツだとか、重ね着のベースなんかにも使うことができるので、まあ、ぜひ皆さんこちらの T シャツもチェックをしていただければなと思っています。 ます はい、続いて4点目はですね、グローバルワークの名作となるですね、エアカルイージーパンツですね、4510円。これもまたですね、1本持っておくと、これからの時期はすごく便利なアイテムかなと思います。僕の YouTube チャンネルでも、何年前でしたかね、2、3年前かな、結構ですね、集中的に投稿してた時がありました。まあ、それぐらいですね、僕自身も愛用していたような、名作のボトムスになっていまして、特に春夏ですね、これからどんどん気温が上がってきた時に、軽くて速乾性もあるというところで、 非常に使い勝手の良い,いボトムスかなと思いますまあ、確かにですねボトムス類ってあんまり季節ごとに変えない方が本数をですね減らすことができるので便利だったりするんですがさすがにですね夏場になると秋冬にも対応できるようなレギュラーな厚みだとちょっと重たいなとか生地がまとわりつくなって感じがあるのも事実なんですねまあ、そんな時に1本持っておくと便利なのがこのエアカルイージーパンツで科学的にもこれまでご紹介してきたセレクトショップのオリジナルよりは少し抑え目 になってユニクロ以上セレクトショップ未満というところでまあ、買いやすいのもすごく魅力かなと思いますでこのような毎シーズンやってるものってアップデートされながら徐々にですね機能性だとかデザイン面がアップデートされてるので非常に信頼できるようなアイテムかなと思います今季もですねこれ何色あるんですかねすごいいっぱいカラー展開がありましてまあ、その中で個人的におすすめなのはまあ、ブラック系は間違いのない選択なんですが例えばブラックの代わりにチャコールグレーですねほぼブラックに見えるんだけど も少し重すぎないようなですねカラーリングというのもまあ、まずですねいいのかなと思いますしあとはグレーの15ってやつですかねミディアムグレーぐらいの色合いなんですがこれぐらいのカラーって結構使い勝手がいいんですねまあ、グレー系ということでネイビーだとかオリーブだとかブルー系だとかホワイトだとか様々なカラーとも相性が良くて重たすぎない色味というところではこのグレーもいいかなと思いますもしくはちょっと思い切ってですねグレージュというようなすごく明るめの色味ですねこのあた を持ってきてもいいかなと思います。上半身にブラックネイビーだとか濃いものが多い場合には、ボトムスを明るくしてあげるとバランスが取りやすいので、まあ、4510円というところで、セレクトショップのオリジナルよりはだいぶ買いやすいので、明るめのグレージなんかもいいかなと思いますので、ぜ、ま、ひ、あ、1本トライしてみるとですね、快適かつ今っぽいシルエットというところも楽しめるのかなと思います。まあ、グローバルワークといえばもう1本名作のですね、アーバンスラックスというようなボトムスがあります。この辺りは、 かなりシルエットが細いんですね。美脚を狙うんだったら断然こっち。一方でエアカルイージパンツというのはそんなに足のラインをきれいに見せるというようなコンセプトのボトムスではなくて今のトレンド感に合うようなちょっとゆったりめのシルエットで膝から下にテーパードをかけて、まあ、徐々に細くなっていくような緩さと ほんのり綺麗さというところをミックスしたようなデザインになってまして、丈の長さもアンクルぐらいなので、まあ春夏らしいですね、軽快さも出しやすいというところでは、一本あるとですね、すごくいいアイテムかなと思うので、ぜひ皆さんチェックをしていただきたいなと思っています。 はい。ついてラスト5点目なんですが、またもやニューバランス違ったものを紹介したがる男なんですけども、今回はですね、ちょっと私物じゃないんですね。これ、実は奥さんのものを借りてきたわけなんですが、ニューバランスの BB550 というモデルになります。はい。 こちらはですね、先日奥さんと買い物を行った時にですね、これいいねっていうことで、両者一致で購入したスニーカーになるんですが、まあ元々はですね、バスケットボールシューズということでリリースされたのがですね、こちらのモデルになってまして、通常のニューバランスと比べても、ややですね、高が高くなっていて、まあ少しボリューミーな感じもします。確かにバスケットシューズっぽい感じもしますね。一応僕はですね、中学校時代バスケットボール部で、当時はですね、スラムダンクが大流行中で、 まあいろんなスニーカーを僕も履きました。僕が履いたのはですね。 ナイキのエアジョーダン7だったわけなんですが、その他ですね、ちょっとクラシカルなアシックスのですね、オールジャパンですかそのあたりのモデルなんかも履いていましたが、まあ、こちらはですね、まあ、レトロな雰囲気のバスケットボールシューズがですね、ベースになっているわけなんですが、なかなか最初見た時には良さがわからなかったんですね。うん、なんか今までのニューバーランスと違うアプローチだなと思いつつ、あんまりしっくり来なかったんですが、たまたまですね、ビューティアンドユースでこちらを発見して、カラーもですね、これはホワイトベースにネイビーを使っているものなんですが、なかなかか はですね、クリーンで使いやすそうだなと思って、まあ、奥さんが生えてるのを見てたら、僕もだんだん欲しくなってきてですね、今狙っているのがこちらのですね、BB550 PWA というモデルで、ベースになっているからはホワイトなんですけども、そこにですね、ミディアムグレーの色味がですね、甲の部分だとか、まあ、様々な部分にポイントで使われているような色味になっています。まあ、ソールを見てみると少し厚みがあって、レトロな感じの雰囲気が漂うんですが、アッパーに使われているレザーはですね、ちょっとしぼ感があるんですけども、 上品なフルグレインレザーを使っていまして のサイドにはですね、パンチングでちょっとこう穴を開けていたりするんですが、このあたりがま,あまさにバッシュっぽいアプローチだなと思いますね。このあたりですね。あとはこの N のロゴですね。これ見ていただくとですね、まあ、他のモデルにはないようなちょっとこうぽっちゃりとした感じですか ?N 自体の大きさはコンパクトなんだけども、N の文字がちょっと太いんですよね。このあたりのレトロ感も含めて、なかなかですね、最初に見た時には良さが伝わらないんだけども、徐々に病みつきになるような良さを感じる。 そんなスニーカーかなと思っています。価格が17,600円ということで、まあ、ニューバランスのスニーカーって安いものだと1万円以下のものもたくさんあったりするんですが、まあ、ファッションに合わせるような、そんなニューバランスだと大体1万5千円以上のものが多くなってきて、2万円台後半とか3万円を超えるようなものもあったりする中で、まあ、割とですね、買える範疇の価格帯かなと思っています。まあ、ジャンルとしてはニューバランスのスニーカーって僕はグレー系を買うことが多かったりしますし、あとはネイビーなんかも人気なんですが、 こちらはホワイトベースになっていますので、白レザースニーカーの感覚で気軽に履いてみるのもいいんじゃないのかなと思います。こちらはネイビーなんですが、今ご紹介しているこちらのモデルに関しては、まあ、グレーが所々に使われていますが、ホワイトの分量が非常に多くて、ホワイトと馴染みのいいグレーなので、より白レザースニーカー感覚で気軽に使えるかなと思います。ブラック系のイージーパンツだとか、あとはグレー系のパンツにも合いますし、かなりいろんなものと相性がいいかなと思うので、これはですね、ちょっと最近見み ニューバランスの中では新たな雰囲気ですごく魅力的な一足かなと思いますぜひ皆さんもですねチェックをしていただきたいなと思っています いやー、いかがでしたでしょうか皆さん、今回の動画なんですが、40代の大人の男性に合う、今すぐ買える春服ベスト5ということで、お届けをさせていただきました。まあ、私物も一部あったりするんですが、手元にはないものもあえてご紹介することで、普段の手持ちもだけでは表現できないような幅をお見せすることができたかなと思っています。できれば全部買いたいんですけども、毎回ですね、紹介の度に買ってたら、さすがにですね、いくら予算があっても足りないので、まあ、このような形で気になるもの、 をウェブベースでご紹介することもこれからですね行っていきたいなというふうに思っていますまあ、結構セレクトショップによって持ち味の違いっていうのもありますし大人っぽくて上品なんだけどもそれぞれ表現の仕方が違うので今回の動画もですね個人的に撮影して非常に楽しかったですぜひ皆さんもですねオンラインですとか店頭に来ながら今回ご紹介したような商品実際に試してみていただければなと思っていますこれからもですねこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべく分かりやすく解説したいなと思ってるんですが、まあ、今回 のの動動画画っっっってててどちらかかかととといいいいうう普段僕ががが別ででやまますすす youtube メンバーシップ動画っていうのがあるんですがそれに雰囲気近たかなと思いますこちらの方では、セレクトショップのオリジナルですとか、ドメスティックブランドですとか、あとはまる専門ブランドみたいな、ちょっとですね、おしゃれ中級者ぐらいの方にお勧めできるようなアイテムをどんどん解説をしています。週に3本のオリジナルの動画と、それに加えて1本ですね、ライブ配信をやっています。大山ライブステーションっていう名前なんですけども、皆さんから頂い,いたご質問に 直接お答えするような形で動画アップしてますので気になる方は概要欄からチェックしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見てる時間がないよという方もいらっしゃると思うんですね。ベラ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 と17分喋ってもそんな見れないよという方もいらっしゃると思うんですね。そんな方のためにオンラインサロンっていうのをやっていましてそちらは文章と写真ベースでおすすめのアイテムですね。リアルタイムでどんどんご紹介していまして僕も毎日投稿しています。僕以外のスタイリストの方も投稿してますし あと意外と盛り上がってるのは参加者の皆さんの投稿なんですね。これがですね、僕らプロの執筆陣よりもたくさんのコメントがつくぐらい盛り上がってまして、まあ、最近こんなものを探してますとか、あとはこんなものを買いましたとか、こんなコーディネートしてますっていうのを皆さんアップすることもできますので、まあ、結構おしゃれが好きな方が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになってます。気になる方はこちらも下の概要欄にリンク載せておきますので、チェックしていただきたいなと思っています。 以上、スタイリストの大山俊しゅんでした。また次回の動画もお楽しみに。